どうも、斉藤紳士です。さあ、というわけで今日はですね、特別編でございます。前々から予告しておりましたですね、こちら禁煙セラピーを今日は紹介したいと思います。何を隠そう、私自身もですね、超ヘビースモーカーだったんですけれども、この本を読んで、禁煙に成功いたしました。はい、もう禁煙を始めてから6年立とうとしております。6年前まで僕はですね、1日2箱吸っていたんですね。でも僕自身が成功者なので、今回はですね、この、本の内容ももちろん説明しますけれども、僕自身の体験、僕自身の気持ちみたいなものも、紹介してですね、もう禁煙したい方はこれ見てくださいと、もう見たらできますからと、いうちょっと自信を持ってね、行きたいと思います。はい。で、この禁煙セラピーも当時も流行ってて、今もまあまあね、禁煙したい方も藁にもすがる思いでこの本を読むと思うんですけれども、アレン・カーさんというね、アレン・カーですね、ちょっとね、初めて聞きましたみたいな、アレン・カーって、ミランダ・カーとかやったら知ってますけど、ね、アレン・カーっていうね、この方が書いてるんですね。外国の方なんですね。で、この方自身はですね、33年間ヘビースモーカーだったわけです、この人も。で、まあ僕自身もですね、何年ぐらいですかね、だいたい15、6年ですかね、は吸ってたはずです。はい。もう超ヘビーでした。僕も1日2箱吸ってたんで、それを、きっぱりやめることができたんですね。で、まず、まあ喫煙するタイプいろいろあると思うんですけれども、僕はその超ヘビースモーカーだった。実はですね、ヘビースモーカーの人の方がやめれるんですね。なぜか。体の変化がね、結構顕著に現れるので、すぐにこう実感できるんですね。あ、やめてこうなっている、こうなっている、楽になっていってるとか、そういうのがわかるんで、実はヘビースモーカーの人の方がやめやすいんです。1日にね、3本だけしか吸わないんですよ、僕、みたいな人は、あんまり体の変化がないから、逆にそれをやめにくいっていうね。まあ、でも当時から思ってましたけど、1日3本なら吸うなよって思うんですけれども、なんかたまにそういう人いるんでね、まあまあでもね、今からの僕のこの講義を聞いてください。本紹介プラス僕の体験談で、もうタバコをやめたい方絶対やめれます。はい。さあ気合い入れてやりますよ。もう前から言ってるやつですからね、これは。で、このまず本はですね、読み終わるまでどうぞタバコ吸い続けてくださいって言うんですね。で、僕自身もそうしました。そうなんや、ええんやと思って、読み終わるまでタバコは吸い続けました。というかですね、実は読み終えてすぐ禁煙できたわけではないです、僕は。この本を読み終えてから半年かかりました。でも常に頭の片隅にはこの本に書いてあることっていうのはずっと残ってたんですね。で、それがある日結実するわけですよ。パーンと身を結んでやめることができた。なので、この本を読んでおいたことが禁煙をすることにおいてですね、絶対いい作用になるので、これは読んどくべきだと思います、禁煙をしたい方は。はい。でですね、まずこう書いてるんですね。害を並べ立てても禁煙はできない。まあ正直、今タバコを吸ってらっしゃる人も害があることぐらい知ってるんですよ。僕もタバコ吸ってる時そうでした。知ってますよ、肺が真っ黒になる、知ってますよと、発がん性のものがある、知ってますと、寿命が縮まる、知ってますと、でもうまいからいいじゃんなんですね。全部そうなんです。うまいからいいじゃん、ほっといてよバカみたいなね。で、ちなみに言っときますけど、この動画は全人類にタバコをやめてくださいとは言わないですよ。タバコをやめたいと思ってこの動画を見てる人にやめていただこうというふうに思っておりますからね。はい。で、そうなんです。だから害を並べ立てたところでね、禁煙はなかなかできないんですよ。だってタバコ吸いながらも分かってるもん、これ悪いもんやでっていうのは分かってるはずなんですよ。僕も分かってますね。ただこれね、面白い考え方で、今これを見てる時に、喫煙者の方でもタバコ吸ってますかと、もし吸ってなければ今はタバコやめてるんですよ。そうでしょ、ね、5分前に吸いました、1時間前に吸いました、1時間前に吸った方1時間タバコやめてるんですよ。
そういうふうに考えましょうと、ね、これね、あの上岡龍太郎さんという僕の尊敬する芸人さんも、昔言ってたんですよ。あんたよ禁煙できたなって、鶴瓶師匠にね、あんたよ禁煙できたなって言ったら、禁煙もクソもないと、最後に吸ったタバコからの、 あのスパンが今2年とかになってるけれども別にそれが1時間だろうが30分だろうが、そのやめてる期間がたまたま2年なだけやみたいな感じで、へりくつの王様なんで、そういうこと言って、うー悔しいって、あの鶴瓶師匠も言ってましたけども、あのまあそれぐらいの考え方でいいと僕は思うんですね。前吸ってから、僕であれば6年前に吸ったけど消して、6年間隔空いてるだけやぐらいの感覚でいきましょう、まずは。それぐらいね、楽な気持ちでいった方がいいです。はい。でタバコの害をね、並べ立ててもしょうがないんですけれども、一つ言えることは、タバコは何の役にも立ちませんってことね。何の役にも立たないんです。まあ、まず害言いましょうか。タバコ吸ってる人は口臭いです。本当に口臭いです。あと歯黄色いです。で服もね、吸ってる時は気づかなかったんです、僕。吸わなくなってから気づきましたけど、タバコ吸ってる人服臭いです。はい。これ洗濯しても取れない臭さがあります。はい。で、部屋とかね、灰で汚れてます。ね。灰皿の中のあの汚いやつ。で、灰皿のあのね、水とかにジューって入れてるあの、どす黒い、あるでしょ水。あれ、臭いでしょ。あなたの体から、口から出てる息、あの匂いですからね。で、あれにコーヒーでも飲むもんなら、ほんまに、汚物の匂いと何ら変わりないですから。めちゃめちゃ臭いです。あと、布団焦げてないですか、ね、机の上焦げてないですか。気をつける人でもね、焦げてるんですよ。ね、あともちろん、発がん性という害もございます。お金がかかります。今いくらですかっていう話ですよね。440円ですか、もっとするんですかね。470円ぐらいするんですかね。僕が吸ってた頃は220円でした。でまあどんどん上がっていってたんですよ。でみんなね、その時は言ってました。500円までは吸うわ。もう500円来てませんかね。ワンコインですよ。1日1箱の人でも2日で1000円ですよ、ね、3日で1500円、ね、4日で2000円。もう服買えますよ。今買おうかなと思ってるバッグ買えますよ。ちょっと我慢すればね。まずお金がかかるでしょ。で吸う場所がない。今もう僕のね、若い頃、まあ、子供の頃なんて言ったらもう電車の中でも吸えましたし、タバコが吸えない店な飲食店なんてなかったですよ。全部吸えましたよ。どこでも。でタバコ吸っていいなんて聞いてる人見たことないですよ。勝手に火つけてましたから。で灰皿って言ってましたから。それぐらいどこでもタバコ吸えたんですよ。で僕が吸い出した頃でも全然吸えてました。外でも吸えてました。歩きタバコしてる人いっぱいいました。灰皿なんてなかったです。パイッと捨ててましたよね。それぐらいモラルなかったんですよ、本当に。でよく覚えてるのがね、まあ大阪の駅でもそうなんですけど、たまたま東京で仕事に行った時に、新橋の駅のホームにあった灰皿なんて、朝のラッシュ時に遭遇したら、もう、もうもうと煙立ってるんですよ。もう本当に、どんと焼きかっていうぐらい、ぶわー煙立ってても、みんな知らん顔でその横でタバコ吸ってみたいな、あ、これが東京なんやって思った記憶もあるんですよ。それぐらい、どこかしこでタバコ吸えてたんです。今吸うのに困りません？あ、タバコ吸いたい。あ、ここも禁煙や。ここも禁煙や。あ、ちょっとタバコ吸えるとこまで10分あるかなかとかね。その10分間もったいない。で、着いたは着いたでタバコ吸って、しばらく吸われへんから2本吸っとこうとかわけのわからんこと言うて。で、帰るのにまた10分。30分くらいかかってるんですよ。その30分でできることってあるんですよ。時間も浪費してる。タバコは害がいっぱいあります。ね。でも僕もタバコ吸ってましたから、いいところを言いましょうか。ね。リラックスできるんですよ。そうでしょ？タバコ吸ってるときリラックスできますよ。はあ、最初の一口目こうガツンとくる感じね。肺までくる感じ。ああ、いいね。はあ、リラックスできるって思うんですよ。でもこのリラックス効果っていうのも実は嘘なんですね。嘘です。はい。どういうふうに嘘かって言いますと、まずですね、なんでリラックスした気持ちになれるのかって言ったら、タバコを吸うとですね、ニコチンが欠乏してる、減ってるわけですね。減ってる、体内の減ってるニコチンを充足させるんですよね。てん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 って、金ちゃんの仮想大賞みたいにね、てん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 、もっと上げてあげてよーって、てん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 ってなってるわけですよ。
でタバコ吸ったらそれが満タンまで行きますよ、おめでとうみたいな、金ちゃん大喜びですよ、ぴょんぴょん飛び跳ねてね、よかったねって言いますよ、タバコ吸ってニコチン増えてよかったねって言われますよ、それは金ちゃんにね。でふーって消してからドゥーって下がっていってるわけですよ、どんどんね、で今度またそれがなくなったらまたニコチンを入れたいからまた吸うんですよ、今度はまた金ちゃん出てきてあげてあげてよってまた吸う、これの繰り返しなんですね。でこれをかこの人アレン・カーさんは書いてますけれども、僕個人のこれは僕のあのオリジナルの考え方なんですけど、バケツの底に穴が開いてると思ってください。穴が開いてるの知ってるんですよ、自分も。やのにね、蛇口ひねって水溜めてるんですよ。で、わー満タンになったわってキュッ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 って水を止めた時からまたドゥルルルって出ていってるの分かってるのに、分かってるのになくなったらまた蛇口ひねって水満パン入れて、またなくなったらまたジューってまたなくなったらまた入れてっていう行為を繰り返してるのと同じなんです、タバコを吸ってるっていうのは。だからなくなっていくのが分かったあるのにもかかわらず、今分かったあるのタールは別にタールとかけたわけじゃないですよ、タバコのタールとかけたわけじゃないです、ね、どんどん減ってるのは分かったあるのにもかかわらずまた吸うわけですよ。また今これ吸ってるのは何かって言ったら、今吸ってるタバコは次吸うためのプロローグですよ、ね、これを吸ってるから次また吸うわけですよ、どん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 吸うわけですよ、ね、意味がない。ただそれが充足してるのをリラックスできるよねと思って勘違いしてるだけなのね。あともう一つ、もうこれあの決定的なことを言いましょうか、タバコ一本吸うとやっぱリラックスできるなって言ってますけども、そのリラックスのほぼほとんどは深呼吸です。呼吸を深くしてください。はあ、リラックスできるんですよ人間って。タバコ吸ってふってやってるでしょ、あれ深呼吸の効果でリラックスしてるだけなんですよ。これ関係ないんですよ、これあろうがなかろうがリラックスはしてますよ、なぜなら深呼吸をしてるからです。お分かりいただけたでしょうかね、タバコっていうのは全くそれぐらい意味がないんですよね、でもう一個いいことありましたね、というかタバコをやめて、あこれ唯一ちょっと辛いわと思ったのは、よう寝れるんですよ。タバコをやめるとよう寝れます。あんまり目覚めないんです。ところがタバコ吸ってる時って割とすぐパッと目覚めるんです。で寝起きててもタバコプッて吸ってたらパッと目が覚めるんです。それは覚醒効果があるからなんですよ。ただこの時はいいですよ、ああ明日3時間しか寝られへんねん、その時はパッと起きれるかもしれないです。でも結局寝れる時でも目が覚めるんですよ。つまりやっぱ体はだるいんですよ。だからこれもいいことのようでやっぱ良くないんですよね、という感じです。なのでつまり総じて言うとやっぱりいいとこないんですよ、でタバコ吸う理由の一つとしてかっこいいっていうのがあると思うんです。実は僕がタバコを吸い始めた理由もそうなんです。はい、僕はですね尊敬する立川談志、北野武、松本人志、この3人がですね同じ銘柄のタバコ吸ってたんですね、マイルドセブンライト、特に男子師匠なんてあの癌のね手術終わった後にね医者から止められてるのに記者会見でタバコ吸うっていう、まあ、あれポーズなんですけど、ね、かっこいいんですよ、なんでうるせえバカ野郎とか言いながらタバコ吸う、かっこいいなと思うんですけれども、あの自分がかっこいいと思う人がタバコを吸ってるから自分も吸ってその人に近づけるわけではありません。現にあのお笑いの天才たちに憧れてタバコを吸いましたけどもまだ売れてないですね。そしてびっくりすることにあの憧れていた3人とも今タバコをやめてます。一人は死んでます。武さんも松本さんもタバコをやめました。男子氏は死んでます。で死ぬ前からあの人タバコやめてました実は。あのポーズで人前では吸ってましたけど嘘ですあれは。なんですよ結局ね、かっこよくないです。例えばですよ、今ちょっとタバコ吸う有名人の方って僕ピンとこないんであれなんですけど、まあ、僕らの世代で言うと木村拓哉さん、キムタクはタバコ吸うんですよ、かっこいいんですよ。ジョン・トラボルタのタバコの吸い方するんですよ、あの人一番奥のここのね股のところに挟んでねこうやって吸うんですタバコで、かっこいいんですよ。でも考えてみてください、キムタクやからかっこいいんですね。キムタクだからかっこいいんであってタバコを吸ってるからかっこいいんじゃないんです。よく見てください、テレビで今 CM で流れてるマックのね、田淵でしたっけ、 CM 見てください、タバコ吸ってないでしょ、でもかっこいい、はいはい論破ね、タバコを吸ってるからかっこいいんじゃないんですよ。
もうで昔ならねこう取り出してこうやってかっこよかったかもしれません。バーかなんかでこうやってやればねかっこよかった。今 どうですか、なんかせせこましいというかね、こう吸おうと思ったらあここ座れへんの、あじゃあ あそこでみんな固まってる、あそこで吸うんですか、あすいません、あちょっといいっすけ、せせこましい。ほなタバコまだ吸ってるんですか、もういいっすよタバコなんかって言ってる人の方がかっこいいんですよ、余裕があるから。でタバコ吸ってる人ってねなんかイライラしてるんです、ずっと。それは思います、タバコやめて思うこと。タバコ吸ってる人ってずっと貧乏ゆすりこうカーッしてでイライラしてるんですよ。タバコ吸ってない人は全然そんな、なぜイライラしてるかって言ったらニコチン吸いながらさっき言ったやつですよ、ああ溜めてる、今溜めてる、ふう消した、ああもう減るんちゃう減るんちゃう減るんちゃうって、まあまあもうそこでもうイライラしてるからもう落ち着きはないんですよ。落ち着きのない男性女性にしてもそうですけれども、異性からはあんまりよく見られないですよ。はいね、でタバコ吸ってる人ね、冷静に考えてください。タバコ吸ってることをあんま覚えてないんですよ。タバコ吸いながらもう一本タバコ火つけようとしたことないですか。僕はあるんですよ。でこれを言ったらこの間笑われましたけど、いやそんなないっすわって言われましたけど、でも当時タバコ吸ってる時にそれを言ったらタバコ吸ってる後輩はうわ分かります、ある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 ですよねそれって言いました。あると思うんですよ。つまりタバコを吸いながらタバコを吸ってることも気づいてないんですよ。もうこんなんね、吸ってないのと等しいのにもかかわらず、だから吸ってること忘れてるんですよ完全に。そういう人多いと思うんですよ。で、今現在でもそうなんですけれども、よくいるのがタバコ吸うところで、あの喫茶店かなんかでねタバコ吸ってる人よく見てください。ふーってやってないですから、携帯見ながらね、ふーでずーっと手に火のついたまんまのタバコずっと持って携帯見てますよ。もう携帯の方が夢中やから、うわーあの子脱いだんだとかね、宮崎よし子60歳水着かとか言いながら、もうこっちのタバコどん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 減っていってるのに全然気づいてないですね。吸ってないんですよ。だからやのにこの1本今何円かわからないですけれどもにお金を使ってる、全くもって無駄です。吸ってまへんよっていうことなんですよ。はいね、であと、頭の回転鈍くなってます。さっき覚醒作用があると言いましたから、ね、ちょっと頭が冴えるような気がすると思うんですけれども、気がするだけです。頭にずっともやがかかっているような感じがしません？するんです。僕はしてたんです。だからタバコをやめたんです。そんならある日パッとねなくなりますから。それでなぜかって、そう簡単なんですよ。タバコを吸っていれば脳に酸素はいかなくなりますから。そうでしょ。で脳を活性化するためには脳に酸素を生かさないといけないわけで、脳を働かせるためには酸素を生かさないといけないということは、タバコはやめないといけない。タバコをやめた方が絶対頭の回転は良くなるっていうことなんですよ。そうでしょ。そのもう科学的な根拠があるにもかかわらず、いやこれで覚醒作用がとか言って言ってる人は、まあまあ、一生思っとけばいいとは思いますけれどね。あとですね、肺の病気で死ぬのは苦しいですよっていうことです。あの呼吸困難になって死ぬほど苦しいものはないです。だから今回のコロナもそうですけれども、あの肺の病気で死ぬ人ってすごくしんどいらしいです。もう苦しいらしいです。んで本当にそのもう死に際にもうキワキワのところでタバコあんなに吸うんじゃなかったと思いながらみんな死ぬらしいです。まあどうせ死にますよ人間は。でもそんな辛い思いして死にますか。やめるなら今ですよタバコ。はい。あとね、まあ僕自身はそうなんですけれども、ずっと疲労感があったんです、タバコ吸ってる間はね。でずっとため息ついてたんですよ。でよう言われてました、それは後輩とかにも。新さんまたため息ついてますねって言って、あんまり良くないと思います。だから体調はずっと悪かったと思います。はい。で、さあ続きましてこちらでございます。こちらに戻ります。今のところ大体僕のね体験がほとんどだったんですけど、精神力でやめようとするなって書いてます。これどういうことか。これね、もう全くその通りです、はい、僕自身もそうなんです。僕だからこれを読み終わった後に半年かかったって言ったでしょ。でもその間に何度も禁煙を試みてますよ。どうするかって言ったら、もうこの一箱で最後やね。もうみんなに言うとくわ、最後やね、最後や、最後にするわ、うん、ね、すいません、 あと一本、もうこれ最後の一本とかやるんですよ。もう頭クラクラするぐらい、いつもよりもより吸い込んで
もう際の際のフィルターのとこまで吸って、あー最後、はいこれで終わります、みんな見たな、はいやめます、ありがとうございました。次の日すぐ吸ってるんです普通に。あいや昨日のは忘れてくれるみたいなのが多かったんです。もうこれで最後、これで最後って自分を追い込んでたんですよ。で追い込まれば追い込まれれば追い込まれるほど人間っていやだ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 この状況から逃げたいと思うんでやっぱり吸うってなるんですよ。自分で自分を追い込んでたんです。で僕は人前でもうこれ最後って言って吸う、最後って言って吸う、これを繰り返してたもんですから、ある日後輩からですね、あんたそんなんばっかりしてたら信用なくすでって言われたんですね。この一言はショックでした。え、そうなのっていうね。でも確かにそうですよね。やめるやめる言ってなかなかやめへんやつは信用をなくすなぁと僕も思います。はい。でじゃあどうやってやめたのかって言ったら、僕はですねたまたまこうタバコ吸ってたんですけれども、あ最後の一本やと思って吸ってたんですね、何気なく。ふっと時計見たらですね、4月30日やったんですよ。4月30日の11時59分やったんですよ。でふーってこうやった瞬間に5月1日になったんですね。まあ切りええし、タバコも切れたからライターも捨ててみるかな、まあ別に吸いたくなったらもう吸っていいわどうせって思って、そっからやめれたんです。だからあんまり気負いすぎない、精神力でやめようとしない、鉢巻き巻いて絶対禁煙とかってやるよりはちょっと禁煙しますみたいな感じで始めた方が長続きするんですね。で、最初に言いましたけれども、だんだんこうタバコをやめていくといいことが起きてきますね。呼吸が深くなる。これ本当にタバコ吸ってる間は分からないんですけども、こんなに空気吸えたんやっていうぐらいめちゃめちゃ吸えますから今までちょっとしか息吸ってなかったんやみたいな、すぐ息切れしてたのに全然息切れしなくなるとか、なんかね体の変化がどん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 現れます。はい。声が出るようになる。僕なんか特に声出す仕事してたので、してたって今もしてますけど、声がこんな声出るんやっていうので驚いたりとかね。でそういう変化をちょっとずつ日々ねあるんですよ。そうすると実感をすると人間って成長しますから、変化をね。それはもうダイエットとかでもそうでしょ。痩せ始めたら、あ痩せてきてる痩せてきてるってどんどん嬉しくなるじゃないですか。それと一緒で実感できる変化があるとどん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 続けられるんですよ。ただ僕ねこれ決定打があったんですよ、このタバコをやめる。実は1週間禁煙をした時にちょっとだけ吸いたくなったんです。ああこれ吸いたいな、吸うてまうかもなって思うタイミングがあったんですよ。それがちょうど劇場で出番があってリハーサルの時やったんですけども、吸いたいなと思って、はいリハが始まりますって言って、自分のあここ座ってくださいって席座って舞台上でねリハーサルをしてる時に、とあるコンビが楽屋から来なかったんですよ。あれ何来てないなって言って、あ2人ともタバコ吸ってますって言って、ああ呼んでこいって舞台監督さんが言って、でわーって呼んできて、でその2人がすいません遅れましたって言って、そのコンビの片割れが僕の横の席だったんです。そいつが横にふっと座った瞬間にふわんときた香りが激烈に臭かったんです。くさーっと、それはタバコの匂いです。でそれまで正直他人のタバコの匂いを気にしてなかったのに、やめて1週間経ってタバコを吸う人の臭い匂いが感知できるようになってたんですよ。でその時のふわってきた臭さで、え俺この匂いさしてたんや体からと思って、あもうこれはあかん、これにまた戻るんは嫌やって思ってやめれたんですよ。はい。だからねそういうどんどんこう変化があればやめれるんですね。あと、気になることもう一つ、太るんじゃないかっていうね、タバコやめたら、思う方いらっしゃると思いますけども、太ります身も蓋もないこと言いますけど太ります。間食が増えるから太ります。でもね太ってもええわと思ってください。あ太ってもええ、タバコ吸うよりはマシやと思って、なんか代わりにチョコレートをつまんでもいいですよ。なんかつまんでいいです。口寂しいですからね、いいと思います僕は。どんどんやってください。でこの人も言ってますけれども、アレン母さんも代用品でパイプを加えたりだとか、そういうのはやめてください。もうしなくていいです。それやったらチョコレートなり飴玉なりもう全然食べていいと思います。太ってください。ほんで太っても結果体が健康的になって
やることがなくなる。時間もね、それこそあの30分ぐらいかかってたタバコにかける時間がなくなる。あ、時間が空くわ。しかも健康的になってきた。呼吸も深くなってきた。体を動かしたくなるんですね。だから僕太りましたけれども、その後きっちりそれ取り戻すどころか、それよりさらに痩せましたから。はい、で1回太るのはそれはあります。でもそんなに気にしなくて大丈夫だと僕は思います。はい、で、まあ、この方ですね、一つ言ってるのは禁断症状はないって言ってるんですけども、まあ、それはちょっと嘘かな。まあ、僕はあった。禁断症状っていう言い方はちょっとおかしいですけども、タバコ吸えない状況になって僕は泣きました。おいおい泣きました。どういうことかというと、タバコをやめろって気合を入れて夜の夜勤のバイトに入ったんです。当時、今は絶対しちゃダメですけれども、一人でやる、ね、なんかあるじゃないですか、ワンオペでしたっけ、 あれをしてたんですね。一人でもう全部やるやつをやってたんです。8時間ぐらい一人やったんです。タバコ買いにも行けないんですよ。ということは吸えない、8時間吸えない、唯一夜勤のバイト中の楽しみタバコやのに、それ今できへんってなった時号泣したんですよ。おいおい、だからそういうことはありますよ。なんか禁断症状はないってこの人は書かれてますけど、それはちょっと嘘かな。精神的に辛い時はありますよ。はい、それは言っときます。はい、あと最後にこれ、僕の見てる方ですから創作活動してる方が多いかもしれない。お笑いにしろ、小説にしろね。でその時にタバコがいるなんていうことをよく言いますけど、それも古いです。もう古い。昔のね、その文豪とかはタバコをカーッと吸ってたでしょ。ネタ作る時にタバコを吸う人もいましたよ。今いないです。今いないです。今僕の統計ですけど、基本ネタ作らないやつの方がタバコ吸ってます。ネタ合わせの時によくネタ作る方がガーって書いてて、あら相方どこ行ったんって、タバコ吸いに行ってますわっていうのをよく見ます。自分吸えへんねんやんな、僕吸わないですよ。タバコ吸わないやつの方が今やっぱ頭の回転がいいっていうのを分かってるんですよ。だから今の若手芸人みんなね、面白いネタ作るでしょ。あ、その角度から来るのみたいな、なんていうんですかね、こう非常にクリアな頭で作ったんだろうなみたいなネタが多くないですか。僕はそれ感じるんですよね。昔の人はドルヤーみたいなネタが多かったですよ、それは確かに。で、それも面白いのは分かるんですよ。で、それも好きなんですけど、僕もね、どうやドストレートみたいなじゃなくて、今スタイリッシュにこんな笑いもあるんだよみたいな、あー気づかなかった、そういう笑いもあるのかみたいな、新しい感覚でやる笑い、新しい発見がある笑いのっていうのは、だいたいクリアな頭で作ってるんだろうなと僕は思います。だから、タバコ吸うからこそいいネタができるとか、タバコ吸うからいい創作ができるっていう頭の人はちょっと古いんじゃないかなと思います。さあどうですか、タバコをやめる気になったんじゃないでしょうか。私の動画史上最長の長さになってしまいました。果たして最初から最後まで見る人がいるのかどうか分かりませんけれども、本気でタバコをやめたいと思ってる方はですね、見てください。僕はやめれました。ヘビースモーカーだったんだけど、やめれました。で、やめていいことしかないです。で、特に今のご時世、タバコ吸ってていいことなんか一つもないと思ってください。モテない、経済、不経済、ね。あと、時間も浪費する。体にも悪い。臭い。臭いよ。あんた臭い。口臭い。いや。ね。はい。というわけで、今日ご紹介したのは、そちらの禁煙セラピーでございました。ね、禁煙に悩む方、ぜひそのね、一助になればなというふうに思っております。というわけで今日は以上です。どうもありがとうございました。